When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so... 3、2、1、こんばんは。こんにちは。そうやね、こんにちはやね。今何時よ。今日は早いです。なんだかんだ5時です。5時やん。はい、ということで本日は外からお送りしてるまたね。そうだよ、ブレブレ夜ではないんですよね。夜じゃないし、外だし、いいんじゃないですか。海の前だし、いいんじゃないですか。そうじゃないですか。そうよ。ということで今日はね、ちょっと海の目の前からおつまみとそうそうそうビールを用意しつつ、皆さん私たちのこのいいじゃないの、飲み会にお誘いするというね。いいわね。はい、たまにはいいんじゃないですか。いや、はい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 、ひょひょひょ、今日はおつまみのちょっと紹介してくれますか。はいはいはい、そうでございますよ。まずタホちゃん言っちゃってください。姉さんが持ってきた柿の種ってかさ、持ってきたってか柿詰めて家出るの柿詰めてきたみたいな感じだったからさ、じゃあさっきすいません、ちょっとこれ持ってってって言ってきたさ、これなんていうの、それクーラーボックス、クーラーボックス、ちょっとしたでけえクーラーボックス持ってきてさ、何入ってんだろうなと思って一瞬開けたところに見えたのがもうスルメ乾燥のスルメね、柿の種、うん、柿の種、あの梅味の柿の種、好きなやつ完全にもう居酒屋だよねと、あとトルティーヤチップスとワカモレと、ね、あとこれなんだっけ、あとスッパムーチョ、あのマルカイで買ったやつ、あ、いやいやいや、梅のやつね。あとなんかちょっとした卵じゃねえ、トマトとチーズのあれよ、モッツァレラのやつ、あれよ、あれイタリアのやつよ。そう、あおちゃんが作ってくれました、これは切っただけや、いいね。あは、でもじゃあちょっとビールをスイップしながら、皆さんもちょっとじゃあビール用意してもらおうかな。あ、いいんじゃないの、いいんじゃないの、いいんじゃないの、じゃあビールちょっと入って開けてもらう時間設けるね今。はい、はい、ちょっとあと2分ぐらい持ってあげてみんな長いなおい2分ぐらい、1回だって走んなきゃいけない、冷蔵庫まで走ってあどれにしようかなっていう時間があって今はい選びましたはい、と閉めた、閉めた、ちゃんと閉めろよ、忘れんな、やばいやばいやばいってきて、そうそう、今はい、今ちょっと、はい、座った、はい、やっと座った OKOK っていうところじゃないですか。はい、そうですね、はい、ということで、じゃあ皆さんお手元、お手元拝借、お手元拝借なんか絶好調じゃないあんた今日いやいや絶好調じゃない、久々になんかこういう飲み方するね。いいねいいねいいね、いいじゃないですか、絶好調、私今、あ、そのまま続けて、あ、じゃあ、はい、皆さん、はい、私たちちなみに札幌やね今、はい、札幌プレミアム、姉さんが安いんだっつって SUA いつも買ってきてコストコで安いんだよ札幌そう、だから活気を集めてきた家のコストありがとう、はい、ありがとう、助かったわ、はい、じゃあということで皆さん行きますか。はい、じゃあ乾杯。あ、乾杯、はい、誰の結婚式マジで本当にや喋り方がおっさんなんよじゃあ、じゃあお疲れ、お疲れ様です。よし、よし、1プロジェクト終わった部長みたいなうん、あ、久々に飲んだビール。あ、本当、うん、そうな、うまいねえ。ビールが冷えてないって言ってくるのにさ、氷入れるのは私最近知ったから。あ、ほんと。うん、最近知った。泡めっちゃできるよね。ああ、そう、それが嫌でみんなやんないの。ああ、そっか、そっか、あと味薄まるとかじゃない。うん、私最近知った。うちの旦那が前やってて、そんな風にビールなんて飲まないんだよって言ったけど、友達が結構やっててさ。ワインに氷入れる人もいいんじゃんね。うん、そうだね。なんかそう考えると別にないな、これがしちゃダメとかないなそ、謎の気づきが今ありましたね人生における重大な発見がありました。これがダメとかないな、うん、ビールに氷入れてもいいし、オレンジジュース入れてもいい、うん、何やったっていい、うまいよな。うちのじいちゃんはあのウイスキーにビール入れてましたねもう究極じゃない、もう何がしたいんだろうね。なんかさ、醤油に濃い醤油入れるみたいな感じじゃんちょっと味に深みが出んねみたいな感じじゃない知らんけど。あ、でも聞いたことある、韓国の焼酎にさ、ビールに韓国の焼酎混ぜるとか。あ、ほんと。うん、聞いたことあるね。そう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 、これどんな感じに入ってるかね、なみね。ちょっと風が今強く吹いてますけど、皆さんザーザー言ってませんか。大丈夫かな。まあ言ってても諦めてください、もう始まっちゃったんで
始まっちゃったんだよ、ね、あんたさそのマイクもうちょっと隣とか置いたら近い方がいいんじゃないの。あこれ隣じゃここもうちょっとここでさもうさあ怖いちょっとうるさいかなと思ったらこうやったらいいこれさこあ贅沢よこれはあシャクシャクちょっと入っちゃった磁石入っちゃった磁石入っちゃったっつって、ね、何言うてんの贅沢じゃねえんだよマイクの磁石が内側落ちちゃったのずーっと目見て贅沢って言っちゃった。ちょっとしみらして本当にこれね、電気つけると可愛いのよ。ああそりゃそうだ、うん、ああいいねいいねいいねいいでしょ。ちょっと私これじゃあちょっとスルメ行くわ。あのスルメがあるんですけれども今からこのカホさんがですね目の前でマヨネーズをスルメにつけて食べようとしていらっしゃいます。マヨと醤油やん。はい、この前七味唐辛子持ってたんですけど、あのね善光寺のさよくこういうちっちゃい缶に入ってるやつ、いや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 、あれはってっていうかさ七味だからさ唐辛子入ってるしさ虫寄ってこないだろうと思ったらさ、うん、いやすっげえ虫湧いてた。えなんでだろうねなんか普通さアリアリアリが湧いた時とか七味っていうのが、うん、七味を置くととか言うよね。全然ダメだった。あとミントオイルとかさ言うよね。海の前なんですからこの音が聞こえるんですけどさ、なんかすごく海の亀が見えるんです。誰私まだいる旅行者見える見える次から次へと見える。もう3匹見た。何してました今日は。仕事ですよ私は。日曜土曜日だもん。土曜日なのか日曜日なのか感覚が分かる。うん、うん、もうずっと仕事忙しいんだよねカオちゃん最近ね、うん、最近ね、うん、普段はそうでもないんだよね。いいことよね。それでなんだっけ何が最近心配なんだっけ。あ最近心配最近心配なのはカオちゃんの心配事がある。皆さん聞いて私の最近の心配事は忙しすぎて、うん、YouTube 上のホラーチャンネルをちょっとキャッチアップできてないっていうのがすごい心配。もうずーっと頭の中にあるわ今日見なきゃなーっていうの。全然見たいのに見れない。疲れちゃって見れないからそれがだんだんと溜まっちゃって。そうでさこんだけさホラー好きなのにさホラーを見ながら寝落ちしたらちょっとやばいかなっていう謎の危機感があって、またそれがね何どういうこと。何それはあれが出てきちゃうとか、うん、なんかちょっと良くない感じがする。あそうなんか呪われるかなみたいな。それだけは絶対しないって覚悟で生活してるの、うん、そうなんかどっかで聞いたのよ。なんかあのホラーの話してて眠くなったら、うん、こう何持ってかれるみたいな。もう眠いっていうのが良くないって話を聞いて以来。あ都市伝説っぽくないそれ。そうよでも未だに怖くてやってないの、うん、あれちょっと OCD みたいなとこあってさ、うん、あの右側に1回転したら左側に1回転戻んないといけない。違う世界行っちゃうからわかんない。だから言ったじゃんかおちゃんわかんないんだって私。いや絶対いるよ聞いてる人で。1回右に1回転回るじゃん。こう体ぐるっと回したら1回戻んなきゃいけないんですよ。違う世界行っちゃうから。え、なんか気持ち悪い感じがするの、体の中で。あ、なんか、やばい、戻った方がいいな、みたいな。マジで？わからんわ。そういうのないの？わからん、ないな。なんか気持ち悪いみたいなあんまないかな。なんかこだわりみたいな。あー、こだわり。なんか、なさそうだね。遠くにないな。なんか、朝さ、キャメロンが起きてきて一番初めにおしっこするじゃないトイレ でその後トイレ入ると自分のももとかにさキャミーがさ寝ぼけてさトイレ行ったもんだからさそれが飛び散ってんのがついてうわってなる。それは嫌だ嫌だ。毎回言ってんだけどさふけって言ってんだけど寝ぼけてんだよね。あまあだから自分でもこう目視するしかないじゃない。そうそれはすごい嫌よ。全然関係ないかこれこれがこだわりかな。私はそれはすごく嫌よね。いやでもそれで触っちゃってあーってなるっていう毎回だから。なるほどね、うん、今日何してたんだよ。あ私ですか。私サロン行ってましたね。ああはい今日もお客さん入ってまつげやってんでかほちゃんです。さっかほちゃん迎えに来てくれたもんな。そうありがとね。だから私たちビール飲めるんだよね。帰りは旦那が迎えに来る予定なんだけど、あいつ来てくれるかなもうお前ずっとそっちいろやってどうでこいつって言われっかやもじくんはもう身一人でもう殴り込みに来るから、私俺も入れろって
俺も入れろって言ってた。そう、そんな土曜日だね、うん、そんな土曜日だったね、うん、いやお今日何話しますか。今日は何話すよ、かぼちゃん。さオウム返しや、私いつも、ごめんね。何オウム返し、オウム返しは何話す、何話すよ。何話そうか。おなんかすごい日がいいですね、眩しいな。どうする、何喋る。今日はじゃあ何な気分よ、だってもう今日何話したいかって話じゃない、私たちが話したいことを話す人たちやつだから。そうなんだよね。だからさ、あのちょっと軽くさ、私が普段ちょっと思ってることを。あ、いいよ、言って。あの、いつからおばさんになるのっていう。あー、言ってたね、いいね。話しない。私たちはいつかおばさんになるんだけど、もしかしたらもうなってるかもしれなくって。いつかおばさんにならないかもしれないよ、もう。でももしかしたらもうなってるかもしれない。概念としてのおばさんなんて存在しないのかもしれない。だからそれよ。そういう話だべ。え、だってだからさ、言ったじゃん、あの私たちの、私の子供のお友達からはみんな私はおばさんだからさ、何々ちゃんのお母さんは おばさんになるわけでしょ。まあね。だからあの子たちから見たら私はおばさんで、だけど私は自分のことを見たらちょっとおばさん。でもおばさんとは言われたくない。ちょっとおばさんなんかよ。ちょっとそんな感じする。どうだろうね。じゃあおばさんって、おばさんってじゃあ何かって言っても説明。だからそれ辞書で「お」を引きました。お、そう、おそうよ、そこよ。おじいさん、おばあさん。何がどっから始まるのかな。年齢なのかな、それとも見た目。概念としてのおばさんをまず私たちが突き止めないと、うん、自分たちが果たしてそれに当てはまってるかどうかを検証できないわけよ。でしょ。そうね、うん、じゃあかおちゃんはどう思う、おばさん。うん、あれやな。てかさ、たまにいるじゃん、小学校6年生とかでもおばさんみたいに見れる子。いる。いるでしょ。うん、あれも一応おばさんじゃん。失礼。だし、まあね、そうよ。だし、なんかもうすっげーさ、まあ、髪とかもちょっとボサボサ、仕事ですごい疲れてるとか育児疲れてるみたいな感じのつっかけとか履いてセブンイレブンに走ってきたみたいな感じのもおばさんじゃん。あれじゃない、もう諦めが走ってしまったらもうおばさんなんじゃない。あ、諦めじゃない、それって。もそれなんかや、うん、まあ、なんか中華街にいるあの髪の毛さ、髪の毛短くっておじさんなんかおばさんなんか分かんない人はもう全おばさんだよね。もうおじさんだろうとおばさんだしね。わかる、それはもうおじさんだろうとおばさんだし、もうなんか胸があるように見えてくるみたいな。ないんだろうけど、なんかちょっと太って、いやあるなあれみたいな。たまにおじさんだったりするよね、そういう人ね。イエス、イエス。分かんないよね、アンティなんか、アンコなんか、アンコなんか分かんけど、うん、アコンティみたいな。チャイナタウン行くといるよ。いるね、いるね、うん、おっさんみたいなおばさんとかね、うん、いるな。そうか、なんかさ、年を取るにつれてさ、こう年齢の性別がさ、こうなんかこう真ん中に寄ってくるみたいなのがあるんじゃない。こう、うーん、男性女性、まあ、男性は分かんないけど、まあ、なんかこうなんかだんだんこう真ん中にホルモンの減少とともにこう真ん中に寄ってくるのかな。あのさ、かほちゃんはおばさんに見えないよね。私、この違いなんだと思う。かほちゃんはおばさんに見えないけど、私はおばさんに見える。あんた髪の毛そんな切っちゃったら。それから諦め。楽を取る。いやー、どうなんだろうね。いや、私もだって別に自分のことおばさんとは思ってないけど。見えないよ、おばさん。いや、じゃあ私、じゃあ年齢言わなかったら何歳に見える。普通にじゃあスーパーで会いました。私はさ、ほらこのアジア人の目でアジア人の人を見ると、まあ大体わかるよね。まあ大体、まあそこら辺の年齢をあの打てるよね、的をつくよね。じゃあね、だから、ま、25歳ぐらいに見えるんじゃない。うん、まあまあ、じゃん。でもこっちの人がかおちゃん見たらもっと若く見られるでしょ。どうなんだろうね。私しょっちゅう子供間違えられんで。だからさ、だから不思議なわけ。自分は自分のことをおばさんに見えるけども、でもそれは自分を見下してるのかな、わかる。あ、で外の人からおばさん認定してるってことで、自分でね。
それはなんかいい加減になってきたし、ちょっとダラダラしてきたしみたいな、うん、だけど外の人から見ると子供に間違えられる私は。でもさ、子供いるとさ、多分さ子供の年齢が上がってくじゃん、うん、そうするとこう自分の年齢に対する意識みたいなのがちょっと強くなるんじゃない。ああもうこの子は10歳だしなってことは、じゃあ10年前に私産んだんか、はい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 、そうだ10年前、じゃあ私いくつよ、明確になるよね、明確になってくるじゃんね、うん、なるなるなる。私もだって25くらいからのこうなんか時間の流れみたいなの分かんないもん、もう。ああそうかそうか、うん、なるほどね。それありそうだな。なるほどね。なんかこの間その髪の毛でお客さんで来てくれた人とも喋ってたんだよね。おばさんっていつから始まるんだろうっていう。おばさんってな。話題を話してたわけ。でもおばさんの幅って広いよ。すごいね。うん。なんかさ、綺麗なおばさんとかってさ、どう思う？褒め言葉なんかな。いやもうなんか私もう年上の人全員お姉さんっていうことにしたよ。お姉さん。もうすんごいおばあちゃんでもお姉さんって言う、ま、おばあちゃんって言われたくなくない。おばあちゃんは、ね、おばあちゃん落としたよって言われてもなんか、あ、嫌だね嫌だね、あーってなんじゃんあーってお前おばあちゃんって呼んだねみたいな。うん、そうだ、ね、だって多分もう今の時点でそもそも私29の意識ないから、多分これ70、80になっても多分70、80の意識ないよ。うん、もう多分ずっとこのまま同じ年齢の自我を保ってくるんだよ多分。はい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 、中身がね。そうなった時に突然言われてみね、おばあちゃんって。あ、もうちょっとショックだよねそれは。うわやっべって思うよね突然ね。そこでこうわってなるよね。うん、あ、私ってそういう風に見えてたんだみたいなさ。そうじゃん。だからもうなんか、うん、全員お姉さんって呼んで、すいませんお姉さん。そうすると大体もうなんか冗談とかこう何、お世辞でも嬉しいじゃんね。あ、お姉さんって呼びましたし、ね、あなたみたいな、ありがとうございますってなんじゃん。そうねそうね、うん、え、じゃあ皆さんさ、もうおばさんって呼ぶの、呼ぼう人のことそう、あと自分で自分のことおばさんって言ってんだからちょっと面白いじゃん。お姉さん、おばさんって定義もまた面白くない。おばさんって面白くない。おばさんって定義は面白い、面白いよな。おばさんって面白いよ。それアンティーも言うじゃんね。アンティーは面白いよ、もう大体面白いよな。あのね、吹っ切れた感があるんだよね。そうそうそう、人生に対するね。そう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 、あ、もういいいい、そんなのいいいいみたいな。そうそうだね。なんか一回りした感じするよな。そうそう、一周回ってね。そうそうそう、でも諦めみたいな。でもあの人たちはあの人たちの多分苦労があるんだと思うんだけどね。アンティは苦労してるね。すぐもうパイナップル工場で働いた時の話とかするからね。アンティはローカルアンティ、すぐ、いや私なんてでも朝から晩までパイナップル工場で働いて時給1ドルよ。すぐそういう話するから。Oh my god。いやでもそれすごい思うの。キャメロンとかと特にもさ、昔はって、私の旦那とかももうさ。言うよ、昔はこういう風に育てられた、ね、昔は週末こうしてこうしてこういう風に過ごしてたとかさ、うん、言うけど昔はって言い出した瞬間にもうキャムロン聞いてないもんね。まあ昔は昔やかんなみたいな、ね、また始まったみたいなさ昔話でもそんな言ったらうちらからすると本当10年前とかじゃない、20年前とかじゃない、ね、まあそれが彼らはまだですね、もう存在もしてなかったからその時さ、確かに、ね、ものすごく昔に感じるんだけど、うちらからするとそんな昔でもないわけよ。うわ、でもそれって絶対そうじゃんね。うちらがだからそういうアンティーたちがパイナップル工場で働いてたのも、もう昨日のようなんよ。そうだよ、うん、そうなんだよ。そうじゃんね。そうなんだよ。だから話してんのに私たちはもうなんか、あ、始まったぞ、あ、始まった始まった、パイナップル工場話みたいな。時給1ドルとかもう、いつの話やねんって、戦後かなっていう話だよな。そうそうそう、あ、そうやって時代が流れてくるんだろうね。そうそうそう、なのそうなの、すごいそれ痛感する最近。もうだから昔の話と今を比べても別にびっくりもされないんだよ。それが昔だからそう仕方なかったじゃんみたいな感じ。だからさ、こっちはそれが経験してるからもっといろんなこと感謝したりとか、辛いこととか 目に見てわかるけど、ちょっとニュージェネレーションは違うねって言われてずーってきてる。もうずーっと言われてきてるね、うちらも。もう多分古代ロス、古代のもう昔昔昔昔昔、そうなんだよ、びっくりするわ本当に。メソポタミア時代とかにもずーっと言われてたんじゃないもう昔はね、うん、もっと顔が長かったんだぞ私たちはみたいな感じでしょ。頭なんてこう後ろに出てたんだからなって言われてそんなこと言われたって知らねえよって、もう生まれちゃったもんだし、俺なんてもみたいなエジプトとかの時代にも言われてたんじゃない、俺たちはピラミッド作ったんだぞそうだよね、知らねえよ、生まれちゃったからあんだよって、おじいちゃんがあれを作ったんだよとかね、そう、うん、石積み上げただけだろうみたいなずっと漏れてたのね。それが運百年経てばね、ものすごいものになるけどね。でもそうじゃない、身近に生まれ育って身近にあったらそれはすごいものとは見えないよね。
まあね、そうだね、うん、石積んであるだけやんって思うよね。そうだろうね。でただでっかく石積んだだけだろっていう話なんだよ、ね、ちょっと昔の人にインタビューしてみたくない？どういう風に見てるんですかって、いやーみたいな、よくわかんないっすよねみたいな。でまたその時代のおじいさんおばあさんがなんか今だけの悪いか若い子って言われて、ちょっとわかんないっす。たまにちょっとそこを腰掛けたりするんですけど、それくらいかなって、ベンチみたいな。その程度の扱いかもしれないよ、あの時代はね。でもあれお墓でしょ、中に入ってるよね、いろいろね、謎なものがいっぱい入ってるよね。中に入ってるよ、中にいろいろ入ってますよ。チョコボール当たった人の缶の中身みたいとじゃ、いろいろ入ってるよね。チョコボールの缶当てた人の感想や。またいいですね、例えがもう絶好調な。あれ当てたことある？金のエンジェル、銀のエンジェル、あんま意識してこなかったかな。私一回ね、あれよ、交換したことあるよ。面白い、うん、あのチョコボール の、 あのキャラクターのクエクエクエのやつの中になんかいろいろ入って、やっぱり あったよね、なんか駄菓子屋とかでね、そうそうそう、あの当たるともらえるやつでしょ。そうそうそう、あー懐かしいね。そんな駄菓子屋ももうなくなってますからね。てかさ、ほんと幅広くないっけよ。駄菓子屋まで来た、今行く、今行ってエジプト、ピラミッドまで行って、今駄菓子屋に着地しそうになって気づいちゃったんだけどさ。びっくりした。いや駄菓子屋な、いや駄菓子屋はいいよ。あー駄菓子屋はいい。私の時代ギリギリあって駄菓子屋なんかさ、ああいう感じのさ、小さい子供たちのさ気持ちのやり場があったじゃん、あそこって。なんかあーまあね、社交場だからね、あそこね。そう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 、なんか学校終わりに寄って10円で買えるみたいなさ、そんなあったじゃん。今の時代って何なんだろうね。今の時代って何なん、あれじゃない、あーどうなんだろう、今の時代それに変わるものってセブンイレブンとかなのかな。そうじゃない、うーん、私前セブンでバイトしてた時あれだったよ、駄菓子とか売ってたよ。あ、本当？小学生とか来てたりしてたよ。え、あれでさ、当たりが出ても交換してくれんの？セブンは。してたかな、うち。うん。あ、本当？うん。そういうのルールは、あれなんだね。うん、一応ね、すごいリスペクトあるみたいな。このバジルどこで買ったん？それ、ホールフーズ。いいですね。さっき、たまたま言ってた。うん。これ、チーズうまいやろ。うめ。あの、カカアコにある、うん、うまボッコンチーノっていう、なんかイタリアの食品とかいっぱい売ってるの、なんかめっちゃ面白いよ。で、チーズこれ自家製でさ、ホームメイドで作ってるよ。あ、そうなんだ、うん、うまっ。カホちゃんの手料理久しぶり。嘘、お前この前マフィンあげたろ。マフィン考えてて考えてて、その前あったっけ。あれね、餃子作るって作ってないよ。あれ作ってもらった気がするけど作ってないか。うん、作ってない言ってたね。うん、何の話してた、むしろ。だからさ、ね、どこに、あエジプト行ったじゃん。しかも今のエジプトじゃなくて昔のエジプト行ったからね。昔のエジプト行って若者インタビューして、そしたらひょんなことからチョコボールの話になったんよ。そう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 、あれそうじゃんね、あれだよ、なんかピラミッドの中にいろいろ入ってるなって話じゃん。あ、そうそうそう、そうだよ。眩しいっしょ、ちょっとね。カホちゃんこれさ良すぎる。この取らなきゃっていうのに意識がいかないんだよね。わかる。でもね、そっち魅了されちゃってるね。見えるなーみたいなさ。見えるねーって、うん、いやいや、この前さ、長岡花火そっち行ったら見れるかなって言って、うちから見たけど、こんなちっちゃい、もう1ミリ2ミリ、ポッてもうあんなんだったら見ない方がいいよ。でもそうだよね、ここからだったらそんぐらいか、うんうん、見えちゃうけどな。でもポッていうあれ見て泣いたんでしょ。泣いた、落ちちゃった。何だって、あのね、塩加減もいいよ。何がそんなにさ、何トマトの、トマトの、トマトの話してる。ごめん、ちょっと言わなきゃと思って。これは言わないと。塩加減もいいよ。塩加減はいいって言わないと思って。よかった、ありがとう、うん、何が泣かせたの、長岡花火。あのね、やっぱり寂しいと思う。地元に帰れてないから。
やっぱり寂しいと寂しくない思うって。だってさ、なハワイにいてよ、地元で生まれ育ってきた花火、ま、年に1回見てたで育ってきたわけよ、うん、何でもね、それを年に1回見てたやつが今自分が住んでいる海外で見れるわけよね、うん、寂しいと思う、寂しいと思うだん。なんかいろいろフラッシュバックとかするよね、彼氏と一緒に花火を見に行ってとかさ、あのね、若かりし頃の匂いが戻ってくるっていうね、何も心配しなくてよかった時代。いやでもそれでも心配してたんだよ多分、自分たちの中ではね、まあ、今こう振り返ってみるとそんな心配なんてしなくていいかって話なんだけど、だからそれがさまた戻るんじゃない、そのアンティーたちが今振り返った時にいやそんな心配しなくていいって思ってるんだ、そうなんだね、そう、ね、そう、あの花火はちょっと泣いたわ。いやそれ多分酔ってたからっていうのはあると思うよ。すっげえ酔ったまま普通に電話かかってきて、カウチーンって。あー酔ってんなこいつ、酔ってな、いけないって分かってたけど電話したからね。でも寂しかったんだろうね。そう。今日何本持ってきたのビール？あー10本持ってきたね。本当に怖っ。さっきカホちゃんビール飲まないもんね、なんか強いリカ飲むんでしょ。あ、普段はね、ウォッカ飲んでる。ウォッカ、胃焼けるべ、喉焼けない。いやあの、あれなのよ、効率的なのよ。何が？酒が効率的。これビールってこれ水で薄まってんじゃん、 水で薄まってるって、ここ何、水分量が多いじゃんね。あー、お腹ぽちゃんぽちゃんなんじゃん。Yes、 あの泡ね、泡、そうそうそう、うん、だからもう濃いやつをクッていっても、もうそれで、はい、もうエンジン、もう馬力って感じ。馬力。具合悪くならないの？その一気にボーンって重たいのが入ってきてさ。だからね、ちょっとやっぱお腹に物が入ってた方がいいよね。うんうんうん、いやもう今日、ちょっとあんた。Yes。昨日あなたがくれた赤飯。あ、赤飯あげたんですよ。めっちゃうまかったよ。かおちゃんにね。あのね、開けた瞬間にね、すんごいいい香りがしたの。何か、なんか、記憶の後ろ側になんかその同じ匂い昔嗅いだなっていうのがあって、ずーっとね、ずーっと食べながらこうやって、こうずーっとそう、炊き込みご飯じゃない？炊き込みご飯。オーマイガー、炊き込みご飯。そうなの。炊き込みご飯食べて。あのね、そんな感じなの？あれよ。お醤油がさ、そうなの、ちょっと焦げてさ。醤油と酒。うん、お酒の香りも、あの何？アサリの酒蒸しみたいな香りがしたのよ。わかる？うわーっと待って、それはあの小さい子わざわざ一緒に。豆なお年寄りがやる方法みたいなさ、パッケージの一部とかこう切り取ってくれて、一緒にこう物これだからっつって、中身これ詳細書いてあるから読んで食べる前にみたいなさ。いやなんかさ、ちっちゃいのくれたんよね。この赤飯がどっから来たかっていうやつね、そう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 、説明書きみたいなやつね。そうそうそう、何が入ってて何がこだわりなのかっていう、そう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 、一緒にくれた。お年寄り、こだわりの強いお年寄りみたいなやり方で分かってもらわないと。そこは、それをなんかちょっと半分食べた時にそれ見たら、はい、酒と醤油って書いてあったから、あ、それやって思った。はい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 。あの番ちゃんはどうだった？え、めっちゃうまかった。あれがさ、この前言ったコスコのやつ。 Yes、 チャームサムっていう、あの葉っぱなんて言うんだっけあれ、あ、八宝菜じゃなくてチンゲン菜みたいな、チンゲン菜みたいな感じだよね。で、ほうれん草とチンゲン菜の間みたいなね、ちょっと青臭さが残ってるね、ちゃんと、ね、そうそうそう。あれどうやって作ったの？あれはね、あのさ、ほうれん草を茹でるときって芯からまずこう入れるんよ。自分でボイルした お湯に自分で先っちょの方をさ持ってさ、葉っぱの柔らかい方の方を持って、根元が硬いじゃんあれって、 ああいうのって。だから根元をちょっとさ1分ぐらい、まあ1分も持たねえかな、まあ、ちょっと持たすんよ、うん、でちょいいかなぐらいになったら手放して、今度はその葉っぱの上の方の柔らかいところも一緒にお湯でボイルすんの、はい、でそれが終わったら、水、どんくらいボイルするの？なんかあの、そんな長くボイルしないでしょ。爪楊枝でさ、その太いところを刺しながら、あ、そうなんだ、まだ硬いな、まだ硬くないみたいな感じでやって、そこが調子良くなったら、もう水からお湯からあげて、水洗いするとさ、色がクッて綺麗になるのね。水洗いするのね。水で洗って締めるの、そう、色。で、そこから絞ってさ、切るんさ。で何つけるの？塩コショウと、ごま油じゃん。で、うちの姉ちゃんが紹介してくれた、中華のさ、中華系っていうの、なんかね、ホタテの
あーあー、分かった。なんかマッシュルームシーズニングみたいなのがあるわけ。マッシュ見てたんじゃない？ホタテのマッシュルームシーズニングってないやホタテじゃねえ、あれなんだ、マッシュルームシーズニングみたいなやつ。 OK 見せたじゃん前、これが調味料だよみたいな。マッシュルーム、なんかちょっとビーガンの人とかでも使える、はい、鶏ガラスープみたいな感じのものなんだけど、うんうんうん、ビーガンの人も使えてる。ジョネちゃんビーガンだから、まあ、だしなんね。そう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 、そういう感じのやつをパラーっと入れて和えたみたいな感じよ。ニンニク入ってたでしょ。あ、ニンニクも入れてたね。あれさ、ニンニクさ、自分で刻んだ？刻んだやつを冷凍にしてる。で、それをほら、必要な時にほら、まあもう冷凍庫から冷蔵庫に入れといて、必要な時にバッと入れるんだけどさ。なんかさ、コスコに前さ、こう刻んであるやつを、がもうジャーに入ってて、なんかの汁に使ってるみたいなやつあれを昔買ったんだけど、長持ちしなくない？あのね、多分使ってる液がこうなんか酸味の強いなんかレモン汁みたいな感じで、あ、風味がね、ちょっとね、酸味が出るんだよね。はい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 。で、それはね、これはもう買わないねって言ってて、うん、で、なんか市販のさ、あのコスコでいつもうちガーリック買ってるんだけど、うん、コスコのガーリックってさ、生で食べるとさ、結構こう何、味が強いね、なんていうの、うん、なんかこう、なんていうんだろう、変な、それって皮むけてるやつ？うん、違う、自分で剥けてないやつ。そうそうそう、うん、私もそれ買ってるわ、皮剥けてないやつ、皮付きの、うん、冷凍すると多分ちょうど良くなるのかな、風味がって今思った。あ、そうなのかね、何なんだろうね。でもあれもさ、要は玉ねぎとかの一種だからさ、ほっとくとなんだろうね、酸味強くなったりするのかな、どうなんだろうね、古くなるとさ。いつもじゃあコストコのやつ使ってる？コストコの、そう、皮付きのガーリックを使ってるよ。それをもう刻んで、で冷凍する。もういいねって感じ。なんか、うん、人によってはあれ入れるよね、あのアイスキューブのさ。あー、あれね、あれに入れて冷凍ね。そう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 。いいね、それね。そう、やります。そのバンちゃん楽しんでくれました？めっちゃうまかった。うまいよな、あれ。あれがこれから作ってるさ、食った時にさ、カホちゃんにあげなきゃな食わせてと思ってめっちゃうまかった。あれもうずっと止まんないで食べれんね。うまいよな。あれやるわ、コスコで買ってくるわ。もうそ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 う、チョイサムかな、チョイサムっていう葉っぱ。いやー、うまかった。ぜひやってみてください。あー、すげえうまかったもうこの間さ、私がね、ある日雨が降ってて、なんか、あー朝から雨降ってるみたいな外出れねえな今日とか思って、で、平日だったからさ、普段だったらなんかエディソンをプールとか海に連れてくんだけど、平日は雨降ってるとなるとまたそうもいかないからね。なんか公園とかでもやっぱり濡れてる公園危ないし、だから今日一日嫌かなとかっていろいろやってたらさ、なんか雨がすごく私の気持ちを落としてって、いろいろとグッてくるよね、どんよりと。そうで、とりあえず朝からさ、いろんなものを作ったわけよ、子供たちに。ミートスパゲッティで、それらの番ちゃんとか副菜みたいなやつをよくわからんけど、ひたすら料理ずっと朝してさ。料理するとちょっとここプロセスするみたいなとこあるよね。無心になれんじゃんね。そう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 。で、もうさ、子供たちのそのランチボックスを作ってる延長で、はい、いってらっしゃいってなってから、そこからもずっと料理で、自分はその時にまたチリ食いてと思ったから、チリ作りましたで、いざ、そう、いざさ、夜になったらさ、全然気持ちがさ、全然チリなんて食べたくないわけそしたら生理前だったっていうのはあるかもしれないけど、その一日中雨でどんよりっていうのと、エディソンエンターテインメントをお家でしなきゃいけなかったから、なんかお人形を2人で持ちながら会話するみたいな遊びをずっとしてたんだけど、3時ぐらいになってきたらだんだんなんかもう疲れてきてでなんかそのチリも食べたくないし、なんかそうしたら自分が食べたいと思ったことは食べたくなくなったっていうので、だんだん気分が落ちてきて、カホちゃんにメッセージしたら、おめえじゃあ何食いてんだ、フォークかっつって、フォーって言って付き合ってくれましたね、私のディナーに。じゃあだからもうメールで、今日ちょっとフォー食いに行かんとか言ってくれればいいのにちょっと聞いてくれやこうこうな、今日ないっぱい飯作ってん朝からそしたらな、夜な、夕方、お昼な、てか、あ、違う、ディナーの時間にな、食おうと思ったら全然食いたくないねんな。どう思うどう思うじゃねえこれ、どう思う、雨ずっと降ってて気分もなんかも上がんないし、どう思うこれ、こういう気持ちわかるみたいな言ってくれりゃいいのに、どう思うでもなんかこの、なんていうのかな、本当にその、そういう感じだったら本当にどうしようかなっていうさ。あるよな。ある？あるあるある。その日ちょうど私もなんかイライラしてたよ。多分
天気もそうだし、なんかわかんないけど、なんかもう多分もう満月のあれみたいな、なんか満月かどうか知らんけど、はいはい、そういう子なに満月かわからんけどな、日々みたいなやつの、はい、なんか影響を受けてしまったので多分ね、うん、なんか自分の体がすごい反応してた、いやあんま良くなかった。だからさ、でもちょっとアニマルのやつだよね多分ね、と思う、アニマルのやつだよ。いやでもそういう時あるよねって話してたよね、食べたいと思ってあるって作ったら食べたくなくなるみたいな、大ありね。今日来てくれたお客さんも言ってた、自分でやっぱりね味見をずっとしちゃうからって言ってたよ。でしょ、からもう口が飽きちゃう、もう味分かってんもんね。そう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 なの。だからさ、もう私は別にさ、誰か作っ、あのレストランとか行って食べたいんじゃないの、誰かに手料理作ってほしいねんな。そうそうそう、誰かの作ったものが食いたいよ。もう誰かが気持ち切れて、もうなんかもうさ、その素手でこうなんかミュッミュッってやった感じのさ、わかる、すごい、あの韓国人のおばちゃんの手でね、飲み込まれたやつ食べたいんでしょ。そう、頑張って作って時間かけて作ってくれたやつ食べたい。もうほんとそれよ、もうレストランの食べ物とか違うよな。うん、味がねやっぱうまいよね。うん、ね、やっぱ手料理はいいよね。あ、何、レストランじゃなくて、レストランで誰かの作ったものが食いてんだ。そうなの、なんかレストランで作られてるのはまたちょっと違うのよ。あれはもうほら、なんかその作り方に沿って作ってるわけじゃない。あ、何、そういうチェーンのレストランってこと。チェーンとかもそうだし、まあ、他のところもそうよ。なんかなんかさ、なんか違うんだよね。なんかやっぱりさ、ハワイのレストランとかってさ、 OK、 ディスってるわけじゃないんだけどさなんかやっぱりコストの関係があるからさ、どうしてもさ味をしてしまう。あれ、これコストコのあれの味じゃないみたいな。食べてる時とかに、まあね、あ、このドレッシング知ってるな、みたいな。知ってるな、キューピーのごまだれドレッシングやな、みたいなね。あるよね、コストのあのでかいボトルや。そうそうそう、だからさ、もうそれだけもう一瞬にしてもう、なんていうのかな、冷めちゃうね。もう、なんかデートとか行って、あ、かっこいいかもとかってデート行ったんだけど、なんかもう一瞬で冷める感じよね。だ、食った瞬間に、あれ、デート行ったら、そいつがあれじゃない、もうコストコのカークランドのハーフパンツ、カーゴハーフパンツ履いてたぐらいの勢いじゃない。うわ、それカークランドやんみたいな。もうそれでキス。え、そんなん見たことある？知らんけど。明らかに。知らんけど。あの、コストコで服買い始めたらやばいって話すんじゃん。わかる。それが来たらおばさんって言うよ。あ、それじゃないじゃん、もう定義。カークランドで服買い始めたらおばさんって思う。ブランドね。そうね、そうね。うん、もう肩ポンポンいっちゃっていいの？今でもうね、40いってるからね。あ、本当に40いってるから。そんな感じか。もこさん、はい、はい、もこさん、いきますよ、はい、のぞみさん、かほさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいてます。ありがとう。現在私は海外で暮らしています。お、パートナーがおり、最近は結婚の話もするようになりました。お、もちろん彼とずっと一緒にいたい気持ちはあるのですが、それと同時に寂しさもあります。去年日本に一時帰国した時の実家の安心感、わかる。両親の少し痩せた姿、おお、何かあった時すぐに日本に帰れないといろいろなことを考えてしまい、ずっともやもやしています。お二人も一国の地で頑張っておられますが、こういった寂しい気持ちはどう克服しましたか。お二人とも体に気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。もこさん、寂しいか、わかる、わかる。寂しい気持ちが勝っちゃうんだ。わかるしかねー。あのね、もう離れる、うん、あ、でももう海外ですごい住んでるって言った。もう住んでるんだろうね。うん、あのね、一回帰るとね、あの辛くなるんですよ。うん、実家は本当に日が楽なの。そうだよね。もうずーっとゴロゴロしてられるし。そうだよね。でもなんかさ、この先の人生を自分がどういう風に切り開いていきたいかって見た時に、やっぱり過去自分がどういう風に過ごしたとこれからどう過ごしたいは一緒にはできないよね。そうだね。その心地よい、家が心地よい、成長を考えた時にね。そうそう、家が心地いいとか両親が常に会えるっていう、そのそれもすごくいいんだけど、それをさ、ずっとそれをなんていうの、キープしながら次の人生を生きていくことも全然できるっちゃできるけども、ほらこうやって今海外に住んでて、多分彼も海外の人でしょ、うん、ってなるとやっぱそこが一番難しいとこじゃん。切り離さなくていいんだけど、常にこう頻繁に帰れる距離じゃないとか会える距離じゃないとか、そういうのは絶対に関わってくるよ。じゃないね、もう寂しさがすごいわ。もうなんか私はもうその時にさ、
子供ができてたから、子供がいたから、あそう、ね、なんかそっちの方にフォーカスで、うんって感じだったかな。だから寂しい寂しいとか思っている時間帯あんまり私はなかった。この子を、うん、この子をどうにかね、なんかもしハッピーにしなきゃいけないなっていうの方が大きかったから、いやー、私はもう 300% 分かりますね。分かりすぎて、もう今花火が見えてます、長岡花火が。本当に分かりみがすぎるわ。言ってかった、言ってんかった、ほらあのかおちゃんさ、ご両親が遊びに来たじゃんこっち。ああ遊びに来た時だったから、なんかかおちゃんが一旦日本に帰った時だったから、なんかすごく落ち込んでたよね、1ヶ月ぐらいね。いやホームシックが本当引きずんよ、ね、なってたよね。まあ、ほらハワイだからさ、帰ろうと思ったら別に帰れる距離なんだけど、うん、いや本当そうなんて、あんたメインランド、私はさメインランドのしかもヨーロッパ側のね、ああそうね、そうね、もうほら LA とかさ、ワシントンとかそっちの海側の、日本の海側じゃなくって真反対だったから、夢のまたよみたいみたいなのがあったの ね、 そうだよね、日本に帰るのは。そうそうなのよ、ハワイだからね、ハワイはもう本当にいいよ、その点ね、近くてそれはいい。うん、モコさんはさ、どこに住んでる？海外って言うから多分アメリカとかではないのかな。どこだろう ね楽しそう、なんか聞きたい、みんなどこにいるんだろう、ね、そうだよね、あれなのかな、多分こうハワイぐらいの距離ではないんじゃないの。いやそれも寂しいよね。でも私自分が結婚するときに何一番心配したかって、もしかしたらこの先私の人生の中でデビューすることがあるかもしれない。何に？何かで、はいはいはい、例えば女優とか。そんな可能性まで考えてたの？うん、あ、思ったよ。 Okay. でも結婚したら不利だよなって一瞬思ったことあった。なるほどね、私が結婚してて、じゃああなたデビューできるのに結婚してるなんてどうするんですかって言われた時に、離婚するしかないのかなって頭の中によぎる。どういうことや。それをちょっと心配した。なるほどね。そう、いやうん、寂しいよね。一旦帰っちゃうとね、なんか見えるのよ。見える。いなかった時間が。そうだよね。あのね、わかる。ご両親がちょっと痩せてるとか、自分のおじいちゃんおばあちゃんがほらさ、1年って結構時間あるけん、なんか1年とか2年後とかにさ、久しぶりになったりすると全然違うね、また。もう本当に時間が見えるのよ、マジで。ね。マジで星野源の歌詞っていうぐらいもう時間が見える。知らねえよ、もう星野源の歌詞しみるぞ。でもそれは本当に分かる。なんかあ、これだけ私はあの見逃してるんだなって実感するんだけど、でもそれが人生よねと思わない？そうなの、あのね、いつまでもずっと隣にいられないし、うん、多分向こうも望んでるのないのよ、うん、あ、いてほしいって、いてほしいと思ってるだろうけど、じゃあ一緒にいたところで私が幸せかって、私が幸せになってくれるのが彼らの本望だから。ああ両親のでしょ、うんうん、両親とかそう、おじいちゃんおばあちゃん、本当にそう、本当にそう。じゃあそこのさ、究極のゴールを見た時にもう仕方ない、もう本当にできることはするけど、うん、仕方ない、もう仕方ないとしか言えなくない？そうなんだよ、本当にそう。そのね、あの、うん、例えばさ、その自分の結婚する人が、うん、と例えばものすごく自分の両親の自分の両親と近いところの出身で、それこそさ、もう目の行き届くところで人生を送れる、うん、それもそれでまた厄介なんさ。そうなんよ。それもそれでね、そうなんよ、それもそれで面倒いんだけど、そうでもちょびっと遠い、例えば、OK、北海道から沖縄とか、それもちょっとほらちょっと海外距離じゃん、それもそれで、うんうんうん、だけど、まあ、結局会おうと思えば会えてみたいな、まあ、海外距離だからあれかな、日本とハワイみたいな感覚になるのかな、北海道と沖縄とかになると。そんな感じしないかな、かな、うん、だってさ、私横浜に自分一人でね、その一人で住んでた時、結婚とかもしてないよ、うん、の時実家に全然帰れなかったもんね、忙しくて。ああ、本当。1年に1回帰れてとかそんな感じだったもんね。実際距離は関係ないけど、まあ、会える頻度としては別に海外に住んでよ住んでだから、まあ、同じ感じだった。うん、そう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 。でもさ、うん、人によってはやっぱりもうほら両親が大好き、地元の人が大好きで、うんうん、毎月帰る人とかもいるじゃない、うん、あっていう子もいたけど、私はそういう感じだったな。まあ距離はかん、そうだね、そう考えるとね、うん、私がね一番最初嫌だったっていうか、なんかこう
多分その寂しさのきっかけになったのは多分うちの彼と両親が会ってない、うんうん、まだ会ったことがなかった時が結構長くって、うん、なんて言うんだろう、私が実家に帰った時の自分とこっちに帰ってきた時の自分のこうなんていうの違いみたいのがこうなんて言うんだろう、あ多分ね聞いてて分かる人は分かるよ。かおちゃん、かおちゃんこれすごいディープだと思うよ。分かる、うん、このさ実家と私のここの実家じゃない外に住んでるシーンのこうコネクションが一切ない状態、分かる、うーん分かる分かる分かる。だから実家に帰った時は18歳のかほちゃんで泊まってる感じしない？そう、うん、そうなんだよね、うん、でお母さんもお母さんでおー娘帰ってきた、うんうんね、お父さんも娘帰ってきた俺の可愛いかほうなわけよ、うん、で自分 も, あもうめっちゃ甘えられる、うん、じゃずっと家でゴロゴロすっきりして見てる。そうそう、ちょっとご飯とかも作ってもらって美味しい手料理食べてさ、だけどそこからポーンってねその現実に戻ってきた時にいや私はねなんやってなるよね。そう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 、これってなんか女の人のあれなのかな、男の人は多分そういうことないんじゃない、あんまり男の人ってなんかそれ結構自然とできちゃってる感じしない？そうかな、なんか女性は多分こう頭の中であなんかどうやってシフトしていいかわからないこれみたいな。でしかもそうだからその両親とうちの彼が会ったことない喋ったことないお互い面識もないっていう状態で、うんうん、その実家のシーン A とこっちのハワイの住んでる家のシーン B のコネクション一切ない状態、自分がなんかその A と B の行き来をしてるけど、あーはーはー A と B のコネクションなんかこうなんていうの関連性みたいなのが一切ない状態、家族ぐるみでみたいなね、そうがなんか余計なんか切なさを募らせて、でもその後結局その両親とうちの彼が会った後は割となんかまあお互いなんていうんだろう、なんかわかんないけど安心感もあった。そうだね、不安だったんじゃない、なんかね、うち、ん、なんかそれがこうノーノー言わ なんて言うだろう、断られるとかなんかそれ拒絶されるとかそういうわけじゃないんだけど、そうだね、うん、一切違う場所に移動してきする感じのこうなんて言うのストレスっていうか、なんかメンタル的なプレッシャーというかストレス、うん、なんかそういうのがあったね。一回多分その何もこさんも彼氏とお母さんとかお父さんね、なんかどっちに行くか分かんない、日本に行くか来てもらおうか分かんないけど、多分そこで一回ちょっと面識があると自分の気がちょっと楽になるかもしれないね。そこでつながりがちょっとプッてできると、まあ行き来できる距離だったらね。私も自分が結婚するとき何回うちの旦那は家族に会いに行ってたんだろう、まあ3回ぐらいとかじゃない、 2,3 回とかぐらいだったと思うよ。一回まあさ、うちはさ彼氏を家に連れてくるっていうようなタイプの家族ではなかったからうちもよ。そう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 、だからうんとその旦那にプロポーズされた時にそのなんだっけ自分の親にちょっと紹介したい人がいるんだよねっていう話したら、明日あっちがおっ感じじゃないどういうこっちゃねってなるじゃない、で連れてきていいって言って、でもその時実家には住んでほら自分は横浜に住んでたから、うん、連れてきていいって言ったら、あいいよって言うから時期を改めてさ彼連れてって、しっかりとさ行きのさあのなんだっけ高速バス乗っていったんだけど、めっちゃチープね、うちの旦那にさずっとさ、のぞみさんをお嫁にください、はいどうぞって、のぞみさんをお嫁に来るさ違うとか言って、向かいとか言って、だから今でも何年経った、もう結婚して13年とか経ったけど、うん、今でもそれだけは言えるないってあの高速のバスの中で100万回と練習してるやつだから、今でもそれが言えんから、あいつね日本語喋れるよ俺って言うけど、それだけしか言えない、のぞみさんをお嫁さんにください。面白い。それで両親どういう顔したの？喜んでた。喜んでたよ、うん、喜んでた。なんか逆にほらそうやって頑張ってさ、ちょっとでも日本語喋ってくれようとしてるとかもそれだけでさ、そうだね、田舎の人って嬉しくなるじゃない。うん、だし、やっぱりこの結婚した後もさ、ずっとやっぱりこうなんつうのかな、いい人だからね、やっぱそれはほら、ね、結局さ娘の方からさ、お母さん聞いてうちの旦那がっていう電話かかってこないであれば、うん、うまくいってるってことじゃん。まあね、そうだから、まあね、心配しなくていいんだなっていう感じで見ててくれて、もうそれで十何年経ってるから、そう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 、まあ信頼はされてるよね、うちの旦那はね、うんうん、そう、いやー、まあ、すごいわかるわ、海外在住者の悩みよね、海外、そうよね、うん、そうよね、だってさ結婚とかって簡単
ないぜ。だって地元の人と結婚してみ、それでも問題があるぐらいだからね、うん、国際結婚ももちろん問題はたくさんあるけど同じだと思うんだよ結局。わかる、まあね、生まれて育ったところで出会った人と結婚しても結局一緒だと思う悩みは。そうね、違うところでどうせ悩み出てきそうだしね。そうそうそうじゃん、そうじゃん、絶対そうじゃん。大変なものは大変だけど、ただほらその孤独感みたいなのがまとわりついてくるんだよ多分海外に住んでるとね。それは間違いない、それはもううちらもう痛感してるよね。もうね、それはねもう決めたんだったらもう仕方ないと思うしかない、諦めだよね。そうなんて、もうね、うん、でもなんかやっぱりね、私はほら子供がいるとやっぱ、うん、あのちょっとまた違う感覚になる、責任感がそこの上に乗っかってくるからさ、この子たちをね育て上げなきゃみたいなところが出てくるじゃん、うん、そしてやっぱりちょっとフォーカスがさ自分の幸せっていうよりか、まあそれももちろん幸せで子供を幸せにできるんだけどね、この子たちをちゃんと生活させていくにはみたいなとかさ、うん、そこじゃん。だからさ、うん、厳しいよな国際結婚はね、家族と会えないとかね、うん、あるね、ある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 けど、自分の幸せは何かって話よ本当に、うん、てか自分の世界を開くのは日本であろうと田舎であろうと海外であろうと自分なんだよね。だから自分さえ大丈夫なんであれば、ほら家族が遠くに住んでようとさ寂しかろうと大丈夫。まあでも絶対にその自分の実家に帰るっていうアクセスを、うーん、最低でもね1回できたらいいよね。そうだね、だから1回もそうやって決めちゃった方がいいよね。年1で帰りますって思っておけば気が楽よ。そうそう本当にそう、あのそれでできるんだったら、うん、まあ、自分が家族と過ごす時間を設けつつ、そう1、2週間自分と家族で過ごしや、しっかりね、でその後旦那なり彼氏なり来てもらって、またそこでコネクションを作っておくと多分帰る時にも気が楽よ。それもそう、旦那もね、あの1ヶ月もいてらんないから、うん、あの嫁の実家に、うんうん、もろ日本の実家に1ヶ月なんて地獄だから、あの人たちからしたら、だから制度できません。そう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 、だから旦那は実家に呼ぶのは1週間ぐらいでいいよね、うん、であとその都会とかちょっと遊び行ってさ、ディズニーランドとか行ってさ、そう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 、そんぐらいで、そうだね、年一で帰るとかいう目標を作ってっていうのでもしていいかもね。したら家族も喜ぶと思うよね。うん、うん、自分の人生は自分で決めなきゃいけないしね。きち自分で気づいていけないと、ね、誰か決めてよ。何のチョイスも自分でしたチョイスだからね。誰か決めて。本当そうじゃない。もう責任なすりつけたいよな。お前が決めたんやろって言いたい。もう。ああ、まあでもそれはそれで多分不満が生まれるんだよ。自分で決めといた方が後々多分ね気が楽。そこまでのあのキャパが広い人間だったらな。もうやー。キャパ狭くってうっうっってさ、もう本当にガス欠になっちゃう人いっぱいいるからね。頑張らないとですよ本当に。本日もありがとうございました。はい、ありがとうございましたね。はあ、どうでした本日。ちょっとチルしすぎたな。今1本目だからまたこれから2本目撮って、はい、2本目はじゃあちょっともうちょっと引き締めていきますか。今回ちょっとチルバージョンということで。あ、いいんじゃないの。いいんじゃないですか。ゆっくり聞いて。そうだね、お酒持ってきてって言ったぐらいだからね。そうよ、今いいお酒持ってきてもらった。みんなパカッてあげたもんね。もう1、もうなんかまたその2週間後くらいにもう1回お酒用意してもらってね。でも夜な夜なネイバーズクラブなんだからさ、そういうあの顔殺しました、すいません、ちょっとうわ殺したでしょ。行くよとかないんだね。もうバチコーンってあんた私の腕100で来たなお前。行くよなんて言ってたらお前血吸われて終わってたよ。蚊が止まったんだけど一瞬にして、あんたすっごい黒いね。やっぱそうエリソンもっと黒いから。真っ黒だて。はい、締めようや。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。かぶせてくんなよ。言ってんだろ。言ってるところに、本日も聞いてくださってさ。見合わせがね、見合わせだから。怖い怖い怖い。はい、私たちは、はい、あ、ちなみにさ、あ、ちょっと待って。あ、そう、ちなみにさ、ちなあのさ、ちなあの、スポティファイよ、スポティファイ、コメントさ、残せるみたいよ、スポティファイの方で。
私最近コメント待ってるよってやってるからコメントそこにも残せるよ。え、ほんと？ Spotify の方で、うんうん、おー、あ、なんかこの前コメント来てたから後でしょって読んであげるね。あ、マジかマジか、あ、いいじゃんいいじゃん。そうそう、なんか Spotify の、でさ、なんかさ、そうそう、アンカーが Spotify なんとかって名前になったね。アンカーじゃなくなったの。 Spotify なんとかってなったのよ。名前変わったの。そうそう、まあ、だから Spotify、Amazon Music、うん、Google、うん、YouTube、うん、あともう一つ何？ Spotify 言ったよ。 Spotify、 じゃあだから Spotify とアンカー、あ、Apple Podcast が、ポッドキャストよ。そうそうそう、そうだからそれよ。それよじゃねえよ。ということで皆様からの肩ポンポンもお待ちしておりますので。そうですね、はい、ということで本日もありがとうございました。聞いていただいてありがとうございます。だから顔教えてくんなっつってんだろ。まとめようついてんねんな。ということでそれでは、はい、せーの、おやすみなさい。